はい、バナディールの冒険者の皆様こんばんは、第32回もぎたてバナディールの時間がやってまいりました。 FF11 プロデューサーの松井です。よろしくお願いします。はい、ディレクターの藤戸です。よろしくお願いします。はい、コミュニティチームの板井です。よろしくお願いします。コミュニティチームの望月です。どうぞよろしくお願いいたします。一回もガヤを入れずにやってみたら案外寂しかったんで、次回からまた適当に何か言います。ガヤ、はい、ガヤガヤ、はい、ガヤガヤ。相変わらず地味っすねって、だから地味に決まってんじゃないか。そんな地味なことを32回やり続けてきたんだぞ。そうね、はい、ということで、今日はなんだ、3月のバージョンアップの確認会ですな。はい、はい、よろしく。あ、よろしくお願いいたします、はいはい、やりましょう、はい、ではいつものごとく、はい、番組に関するご意見などは、こちらの放送の、コメント、まあ、ニコニコデックスとコメント、うん、YouTube ライブでご覧の皆さんは、ハッシュタグもぎばなをつけてお寄せいただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速最初のコーナーいきますか。はい、いきましょう、うん、では最初のコーナーはこちらになります。もぎってバージョンアップ。はい、何音楽なんかすげえ寂しいんだけどおつや感増したかね。はい、モギットバージョンアップでございます、はい、こちらのコーナーはバージョンアップで実装される要素を、松井さん藤戸さんの解説を交えつつ、うん、紹介していきたいと思います。やっぱ玉ねぎに戻しててコメントがじわじわ来るんでやめてもらっていいですか。そうね、イラッとするやつの方がいなくなると寂しい、ね、いい寂しい。まあまあでもそういうことですよね、うん、憎まれっ子世にはばかるとはもうまさにこの、じゃあもういいよ、次回から玉ねぎに戻すよ。やめなそんな逆切れみたいになって。いや、見飽きたかなと思って。あ、そしたらいやちょっと玉ねぎがいいって、じゃあ玉ねぎにします。はい、はい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 、ということで最初はこちらになります。はい、ナイスオーメン、ナイスオーメン、ナイスオーメン、うん、まあ今日に限ってはサンキューオーメンかな、うん。お、うまいな、うまいこと、サンキューオーメン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 、はい。そうね。ふわっとした空気がすごいけど、はい、というわけで、はい、本日も、PC でやっていただこうと、あよ、思っておりますので、じゃあ実機だね。はい、実機に切り替えをお願いします。お願いします。輝いてるわけじゃなく、後ろが輝いてますね。そう、お、そこ掘り下げた方がいいですか。下げなくていいです。やめなさい。せっかくそのうちなんかこういう俺のツッコミにもエコーとか聞かしてったらいいのかな。天の掘り下げた方がいい。天の声感出てくる。自分でつけるといいよ、中島みゆきみたいな。はい、アライアンスにね対応したっていうことで、はい、我々今アライアンス状態でございます、うん、ね、まあ、ものすごくこう嘘くさいアライアンスですけどね。まあだって途中まで進行方法も嘘でしょ。ええ、嘘ですよ。すいません、はい、嘘で進みます、どんどん。いいんじゃないですか、なんかいいっすね。なんか水曜どうでしょう感ありますよね。どの辺が嘘で進むから、まあ、とりあえず、ね、いやいや、このなんだろう、物悲しさとワクワク感の入り乱れてる感じ、あよくわかんないな。ここは私は何もしないで、うん、寝て待てみたいな感じで入ってどんどん行けばいい感じですかね。はい、はいはい、今回、はい、今回も一応新しい NM に挑んじゃう感じで、うん、挑んじゃう、挑んじゃうよ。そう、新規に追加された NM でございますが、はい、じゃあまあ、うん、とりあえずナイスオーメン入りますよ。まだネタバラシ、はい、はい、3鏡面、3鏡面、3鏡面。またズルするよ、そんな大人だもん。どんどんズルしてくよ。2人でどうしろとっていうかね。そうそう、だって逆にこれ2人で倒したら問題でしょこれ。俺と藤戸くんがフルアライアンスいても勝てないからね。今日逆切れゲーかな。開き直り感がすごい。違う、若干水曜どうでしょう感を今出してみた。あ、そうなんだ。あ、そういうことか。なるほどね。そのうち牛乳とか飲まなきゃいけなくなる。これ見ないと伝わらないね、確かに。ただ切れてるだけのおじさんになっちゃうね。そう ね。はい。ね、まあね、アライアンスなんでね、フェイスは使えない。はいはい、マジっすか、なんでバラアライアンスにしたの。
いやいや、だからアリアンスでも入職できることを見せるんだ。せやったせやったそう、パーティーじゃないと呼べない。そうそう、まあ一旦じゃあバラして、バラして、渾身の松井さんの演技かと思って素だった、ね、素だった。すごい後ろに、なん後ろが前の方か、どれだっけパーティー解散をしないとダメかな。アライアンス解消だと自分にリーダーマーク残っちゃったりするんだよね。あ、ほら残っちゃった。あれ分かんなくなっちゃった。あ、それでいいっすよ、うん、あで、パーティー編成でパーティーも解散。俺の目が節穴でした。パーティー解散あるよね、はい、はい、というわけで大丈夫です。生放送でテロップとか S に出すわけないでしょそもそも台本にないことをこんな喋り続けててそれに対応できたらすごいわでも昔パワポーあれでしたよね、はい、あの紙で出してましたよ、ね、じゃあ出した秘密兵器を駆使しながら進みましょうか、はいはい、行きましょう。これ違った、びっくりするやつですか、あれ。びっくりするやつ、安定のやつです。ギャーン、はい、皆さん見ててください。一斉にいなくなりますよ。ギャンギャン不正ですはいはい、進みますよ。バナーディールっていうのはこうやって大量のね動物が死んで大量の動物が生まれてるんだよ、ね、大丈夫、バナパークですね、うん、変ならね、砂に触るとバナフレンズですか。バナフレンズにもう一回やるのかな、はい、もう一回、ね、回びっくりするやつかな。今見逃した人のためにもう一回やりますそういうそういうコンテンツじゃないよねこれね。楽しい、ダメだすごい、この人ダメだちょっとここにいるようにダメなフレンズはいはい、でこれで罪の光の方ですかね。はい、さあどうでしょうか、見えてる。こちらに入りましてですね、詰むか詰まざるや、あ、詰む、はいはいはい、自分が積むのか相手が積むのか、はいはい、で入りました。ここまではここまでは同じですね、ね、一緒、うん、でここまでの見慣れた積みルートですけど、はい、ある条件を満たした状態でここをクリアすると、はい、なんと次に進めてしまう、うん、あれ、お、大事なことなんで3回やりましたね。ん、何が今ギャンってなりましたよ。あ、ギャンってなりました、うん、これでいいかな。おっと見えてます。これがね、今回新しく追加されたやつですね。はい、じゃあここに入ってしまいます。あら、入っちゃう、入っちゃう、よいしょ、行ってみよう。これガチで戦うんですよね。餃子じゃねえから餃子あ、大事なものがなくなったところでバレましたよね。バレましたね、これはねこれ想定ない、大丈夫、あ、大丈夫っていう、あの、壁の人に相談した結果想定内だそうです。はい、というわけでね、これが実装前に餃子部屋っていうあだ名がつく餃子っておうですね。おうですかね、せめて厨房とかにしてもらっていいですか。いやいやいや、まあ、あのフォーラムでは飛車とか角なんていう声もありましたが、うん、はい、おう餃子ということで、餃子じゃないよ、欲ではないですねそれだと牛丼になりますけどなるほど、うん、もう何の話かわけわかんなくなっそうです。で、松井さん、これはあのなんかモチーフあるんですか。これは、あ、うん、あのね、将棋ではないけど将棋に似たようなゲームがありまして、うんうん、それがね、飛車とか角はない。ああ、なるほど、うん、そういうことか、っていうふうに私は聞きました。あのカトライン族も6体しかいない、はいはいはい、同じ理由で6体が6種類なんですね、うん、そう、なるほど。なのでここね、ね、これ昼間のデスティニーと一緒のセッティングそのまんまで呼び出してるんで何が何だかって感じですね。インドのね、ボードゲームなんですってモチーフにしてんのが、ね、なんかチャトランガって名前なんか聞いたような、ごめんちょっと待った、あ、まあ、いいか、死ぬしな死ぬしないやいや、行けるとこまでやりましょう、行けるとこまで、行けるとこまで、行けるとこまで、準備できたら教えてください。いや、まあまあ、松井さんがフェイスの一人みたいに見えてちょっと微笑ましいフェイス並みにこう家族が待って待って、フェイスより俺は戦闘前からプロシェル負けるから優秀だぞバイアードとかいらないよね、もうね。はい、じゃあ行ってください。いいですか。はい、30秒持ったら勝ち。お、そんなですか、ね、俺的ルールやめません
あ、アムチチュなんだ。あ、そうか、アムチチュいるんだった。ちなみに強さん、あ、戦ってる最中は質問しない方がいいのかな、これ。大丈夫ですか。負けた時の言い訳になる。そうね、もうそれ言った時点で言い訳は使えないです。今回冒頭で荒太陽っておっしゃってたじゃないですか、はい、ボスの強さも荒に合わせてるんですか、そういう意味で。あ、いや、6人ですね。あ、そこはパーティーなんだ。うん、あと6人で、はいはい、解けそうな数字にしてます。なるほど。何回か調整していけるねっていう数字にしているので、うんうんうん、まあ、ギミックも含め皆さんなら、ここまで来れる皆さんなら大丈夫なんじゃないかな。我々は無理ですけどね。なるほど。あ、なんか30秒持ちましたね。おすごい、今か声かぶった。呪い直して、松井さん呪い直して。え、マジマジ、誰が呪われる。そして俺、まあ、もう枕に入れてない。一応 V フラは持ってるんですけどね。あ、そんなものは使いませんよ。一応打つけど遅かったね。そうか、じゃあそういう意味ではボス6人だからちょっと安定して倒させたいなっていう場合は、さっきみたいに、うん、あの人数増やして入れますセット、うん、そうですね、あのご褒美がロットなので、そういう意味ではあの無駄にっていう言い方は失礼ですけど、人数を増やせばいいってわけではないんですが、そこはあの、まあ、うん、台所事情というか、あとよく遊ぶメンバーが8人ですとか、はい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 、9人ですって言った時に、うんうん、やっぱりあの入るのがね、1日に1回しかも大事なものを持ってこいっていうので、うん、だったら一緒に入りたいよねっていう部分もあると思うので、そういう意味で。なるほど、はい、質問、今コメントで、うん、大事なものって全員消費、これ全員消費ですよね。全員消費だそうです。なのでまあね、ロットだってことを考えると全員消費でしょうか。っていうか、あれ、これは今回制限時間切らなかったんですね。どうせすぐ死ぬだろうと。あ、来たよ、油断した結果。追うよ。お、フルアラまでいける。フルアラまでいけます。うん、いけます、ね、いけます。ピヨーン、さようなら皆さん。あ、テイク取れなかったですね。なんか意外と持ってますね。番組的にはもうそろそろ死んだ方がいい。ちなみにこれ HP 見えないんだけど、どういう時に HP 見えるんだっけ。あの、それは内緒。あ、な、ごめんごめん、気を利かしてヒントを出そうと思ったけど。内緒らしいんだ。割といいっしょ、ね、ドレインサンバとかやっちゃうかな。もうそろそろ MP が尽きる。おう、これいつまでやるんですか。じゃあそろそろ、はい、松井さんがプリプリしてくれないので、画面をパワーポイントの方に戻していただきましょうかね。はいはいはい、装備頑張っちゃったのかなこれ。いや、あのお二人が検討されたっていうことだと思うんですけど、まあ、先ほども番組的にはってあったように、番組的にはもうちょっと手前側で、うん、ドゥーンってなるはずだったんですけどね。なるほど。で、しょうがないな松井さんっつってパワポ出すはずだったんですけど、うん、すいませんちょっと。あ、もうすでに分岐の IF の世界に入ってしまった。 IF の世界に入りました。なので大人の事情で次のスライドに行きましょうか。違う世界線に来てしまったんだ。来てしまいましたね、はい、一応ね、戦利品こんなものもらえますよというご紹介がございます。はい、じゃ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 ん、まま、餃子の軍手と、ちゃう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 で、あ、違う、王将の軍手と名前が本当にその王将の指輪、うん、なんか油切ってそうですけど大丈夫ですか。指今ね、すげえっていうコメントが、すげえですね。これね、指ね、うん、このコンビネーションがまた肝でございまして、お、あのチャーハンと食うと、食うと美味しいっていうか、すごい命中が。F プラス2かな、プラス2とプラス3のコンビネーションの代わりになるので、うん、代わりになるっていうか同じなので、ああ、なるほど。なるほど。なのでこう1パーツなんか違う装備にしたいって言った時に AF を
この指輪さえしてればそこの一文なるほどねっていう感じですね。で、コンビネーションも2V、3V、4V、5V まで行って、そのそれぞれ命中がどんどん上がっていくので、ジョーカー的な装備品でございますな。王なのにね。王なのに。王なのに。軍手の方にもなんか謎のプロパティがありますね。軍手？命中が低いほど攻撃回数アップ。不思議なものですよね。不思議ですね。あれ。どんぐらい増えちゃうのかな？どんぐらい増えちゃいますか？いや、60% 以下の時に、60% 以下って言っても分かんないか。微妙ですね。 60% 以下の時に複数回攻撃することになるんで。なるほど、うん、じゃあ頑張って取ってくださいと。頑張って取ってねっていう感じですね。はい、はい、ちょっと惜しいですね。でも格上とかだったの場合だと 60% だった、仮に 60% ぴったりだったとしたら、うんうん、60% で2回外す確率ってもう18とか違うな、ハロー2回発死死中、あ、そうだね、16%、84% は当たるんですよ、はい、一発は。なるほど。って考えるとね、私今ね、イント4です。まあまあね、まあ、まあ、はい、数打ち当たると思ったけど、そういうことでございます。あそこの装備に V に入ってなかったジョブに関しては、はい、もう1パー、もう1グループあって同じような装備品があります、うん。で、召喚だけはちょっと傾向が違うので、コンビネーションでもらうボーナスの傾向が違うので、はい、1人だけ違う装備品となっておりますが、うん、あとはね、うん、もう大事なものの、力を閉じ込めた飯盒かな、うん、のストック数が2に拡張されたり、うん、あとは、まあ、全く活用活かせなかったアライアンスがね、いよいよ対応ということで、クリアを出して、うん、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。はいはい、じゃあ明日は餃子を食べながら王に挑むと、ね、ということで、皆さん頑張って取ってください。はい、はいはい、はい、ではそれでは、うん、そろそろ次に進もうと思います。はい、続いてこちら、じゃらん、アンバスケード、はい、今日は一応実機でやる想定だったんですけど、うん、藤田さん、うん、いいっすか昼やったけどねもう一回いいっすか、もう一回やるっすか。今回一応ね、これもあってさっきね、大人の事情でパワーポイントの進行かなと思ってたんですけど、ね、ああ、いや別にそれでもいいけどね、多分すぐ死ぬよ行きましょう行きましょう、やりましょう行きましょう。じゃあ実機に理解をお願いいたします、はいはい、再び、はい、じゃあエキスパート、そう、昼ね、ノーマルの方戦って、これはどれやりゃいいんかな。とっても優しい。パーティー解散をしないとフェイスが呼べない中で、おっと危ない、やめておくやめておく ね、はい、ね、今マウラがこんなにいい音楽でまったりしてるのに、うん、大混雑って言って信じてくれる人が果たしてどれだけいるのかっていう。どうしたんですか。なんかね、この前そういうツイートをちょっと読んでね、あ、うん、真裏に人がまっさかみたいなもうじゃああれじゃない、なんか音楽変えちゃえばいいじゃないですか変える、チンチッチチンチッ毎日毎日お祭り、あのステマウラに100人以上いたら、うん、チンチッチチンチッチャンチャンチャンっていう祭りだぜ、そう祭りだぜ、また、まあ、入りましたね、うん、もうさっきの編成で今回の敵は、うん、レリックを装備したシャドウ族、ほう、レリックウェポンは119相当のやつですね。じゃあもしかしてあれですか、やつらも専用のウェポンスキルを打ってきたりとか、ウェポンスキル打ってきますよ、アフターマスもあったりとか、アフターマスはつきます、あ、つくんだ、うん、なので容赦ねえなおい、どんだけレリ持ちのプレイヤーが凶悪かというものを身に、あ、普段じゃ君たちがデュナミスでやってるのはこういうことだぞと。いいかお前ら、エクスカリバーの追加ダメージってどんぐらいか分かってんので、まあ10ね、十何種、11種類でしたっけ、
なるほど、うん、じゃあ前の中から、うん、まあ、ね、優しいなので3体何と何がいいですか。名前がラグナロクと帰国こいつはボスですかね。ボスっていうのか、まあボスですし、ボスあのまあまあ付属が最後にこうやってくれれば分かるような気はしますけど、とりあえずそいつには構わない、うん、はい、ではタイマーをお願いいたします。コメントで俺が持ってる2つじゃないかって言ってる人がいて、マジで、そう、あなたの持ってる2つで殴られるんですよその人 の, あの所持品見たりはしないですよね、うん、これはあの11種の中からランダムで選ばれるので、だ今回はこの2つの武器だけど、あなたたちが入るときが毎回効果っつうとそうじゃねえぞと。そしてトテム座当然人数死ぬ、早速死にました、もう死ぬよ。あよく考えたら回復いないじゃんこれあの回復はあの冷戦島のとこで死んでるんで。なるほどなるほど、早っ早っ、突然の死ね、突然の死。藤井さん、まだ2分15秒ありますけど、いいじゃん巻きで巻きでいきましょう。巻きすぎでしょ巻きすぎですって、これ倍撃出るのとかいう質問があって、それ拾おうとした瞬間にアフターグローはですね、うん、うんと、まあ、パーティーメンバーに効果あるものなので、うん、モンスターの やつはモンスター族の場合ダメっていう処理が書かれてたんで、まあはい、ないんですけど、それ以外のものは基本プレイヤーと同じフルスペックで乗ると思ってください。でまた逆に言うとモンスター用に強くしたりはしてないんで、まさに皆さんの、まさにそう、うん、とても優しいでも痛い目見たなって感じですよね。まあそうですねなるほどね。いやもうちょっとじっくり見せられるかなと思ったんだけどな、おかしいな、 あまりねちょっとね適当にやりすぎたね、うん、もう一回やってもいいですけどね。マジでもう一回やる。いやわかんないです。わかんねえって何だってもう一回やってさ、また15秒で沈んだらこれできます。でも実際ん、いやわかんない、ちょっと大事なものを、ヤンのは大事なものを 取られてないから大丈夫ですよ、うん、ヤンのはできますよ。じゃあじゃ あ, じゃあ実機お願いしますヤンの突然の実機ちゃんと回復予防、ね、台本通り進まないのがもぎたてバナディールですね、まあ、いつも通りです、いつも通りです、ちゃんとフェイス考えて、なんならあの3分のカウントダウンとかそこ15秒にしとけばいいんじゃないかな、あそれを過ぎれるかどうかみたいな、ね、そう切ない。じゃあグピピちゃんとか、まあね実際台本なんかいらないっていう状況なんですよ。32回松井さん一緒に、はい、入った方が良かった。そのマクロをねこれでちょっと与えられるかな。今度はブラビューラ、ブラビューラと、お今度はブラビューラと、これはイージス。違うな、さっきねコメントではイージスがっていうのがあったから、イージスだと面白いんだけど、あーなるほど、ああなんたらホーンって書いてあるか、うん、そうですね、ギャラルな、あ、ギャラルか、なるほど、ギャラルってコツずるのか知らんかったわ、はい、ギャラルって、えラッキーかもしれないですね、これ人数少ないから。トテムズとかでギャラル用いたら泣きそうだよね。いや、結構だってこっちの方がいいのかなあれだよ、ここはやっぱりあの受けを狙って受け目玉を打って、まあ、もうちょっと真面目に勝って戦っていただいた上で、ああ調整してるとこ見てましたけど、取っ手やさはまあ、うん、いけそうかなと思います。うん、なんか皆さんならの話なんですよね、はいはい、藤戸くんがっていうわけではない自分全然何にも練習してませんでした。
もうさっき記録は更新しましたね。更新やっぱちゃんとしてますね。やっぱ回復って大事ですね。大事ね、うん、あでも次々落ちてるないつの間にか2人いますよ。本当だ、これ大ピンチじゃん。あ寝てる、あ起きたララバイですかね。あどんどん、こうなったら 目を殴るんだ。目ですか、うん、目だな。一体どうなるんですか。なんか俺連携されてるんですけど確認なんか今痛かったですけど。すごいすごい、すごい。あ死んだ。つまりあナイスファイト、ナイスファイト。もう一回やるとカップラーメン作れますね。うーん、はいという感じでございました、はいはい、今回はちなみに戦利品は何がもらえるんですか。今回は、はいはい、ね、新しい新規の装備はないんですよ。ないの。その代わり、うん、ね、新しいチケットが増えると、はい、あ、うん、ほうほうほう、うん、ね、でそれがちょっと呪文っぽいですけど、はいはい、フラマ、タリア、ムンム、アヤモ、マルク、各装備と交換できると、うん、なるほど。確かに呪文っぽいで、なんか召喚しちゃいそうな感じがする、ね、なんかマシマシみたいな感じでねはい、はい、じゃあそんなチケットがご用意してありますので、まあそもそもバトル自体が結構楽しそうなんで、うん、ぜひぜひ連携くらってください、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では続いてその他調整になります。はい、はい、はい、では最初こちら、はい、エスカッション、第2弾クエストが追加されます、ギアスペット、以下のノートリアスモンスターの調整が行われます。エスカッションはクエスト進行の一部にエミネンスレコードが紐づいてるんでオファー後はちょっとエミネンスレコードの確認をねぜひしてください。でそれに伴ってカテゴリーの整理が行われてますので一緒に合わせて確認をお願いします。はい、で次のワーダーオブカレッジとゼルデの2体の調整を行います。まあ今まで風水魔法、ね、の魔界碑、まあ、名系のちょっと不具合があってそちらが主流で倒されていたモンスターではあるんですけれども、ちょっとそれを修正したことによって、まあ、地味く厳しくなってるかなというところです。でワード・オブ・カレッジに関して言う と、特殊技を封印するための属性魔法のダメージの敷地を下げているので、まあ、今まで1100だったところを100に下げているのでそれは合わせて当ててくれれば大丈夫ですよという感じにしていますなのでまあ1系じゃなかったら3系とかそういうところでやってもらえればいいんじゃないかなと思います。でゼルデに関してはですね、はいはい、まあスタンを使って適用にも召喚させないと、うん、まあもともとあれアライアンス用なのでアライアンスでねうまく呼び出されたやつを処理してねみたいな感じですけど、まあ今6人でそれは厳しいだろうっていうところがあるので、このモンスターに関してはですね、闇耐性を下げました、うん、あとスタン耐性も下げました。でまあスタンは、入ります。ただ確実ではないので今やられてるような戦法でやっぱりインスタンっていうのは手かなと思います。ただ闇耐性を下げるとそのデスによるこう、ね、集中砲火っていうのがあるのでデスに関しては連続の累積耐性がついています。もともと今まではなんか雷とかの MB とかがで削る感じだったと思うのでそこはその辺は大丈夫かなと思います。なるほど、はい、まあ、あれですよね、要は今割とそのスタンを軸にした戦術っていうのがそうですね、確実性を取るならインスタンとは変わらないんですけど、はい、うんうん、まあ闇を下げたことでフラズルが入るので、はい、そういう意味では結構命中は届くようになってるんじゃ、スタンは入るようになってるんじゃないかな。そもそもスタンに豆200乗ってるので、うんうん、そういうとこもあります。あと、まあ、今まで通り風水使って上げ下げをすれば当然問題ないですし、はい、うん、
そんな感じで調整をしました。また引き続きあのギアスレッドのモンスターについては、見させて、あの調整っていうか、うん、状況を見させてもらって、はい、必要なモンスターがいれば対応します。はい、じゃあそちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。はいはい、ではまあ次のコーナーに行ってみたいと思います。次はですね、いつものやつです、はい、いつものやつです。いつものやつってなんだよって話なんですけど、はい、あのまあ生放送をご覧の皆さんとあでもねこうでもねっていうちょっとした雑談をしつつ、はいはい、みんなどう思ってるっていう。前回はだからなんだっけあのいや違う違うあの首輪でさ あのエクスカリパーみたいな単語出てきたじゃんか。あ、奈良わつだそうそう、奈良わつ、奈良わつの回奈良わしじゃない奈良わなんですけど、奈良わつね、そう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 。じゃあ今日は何聞くんですか、何わつ聞くんですか。前回奈良わつ聞いて、今回はね、あのね、割と平和なテーマなんですけど、はい、ログインキャンペーン毎月今やってるんですけど、はい、はい、要はこのアイテムを取り逃したっていう時に、まあ再配布までの時間っていうのがちょっと長いかなっていうところもあったんで、うん、あのね、ここに毎月そのログインキャンペーンにリバイバル枠的なものを入れて、あの時取り逃したあれをこう入れてちょっていうのをやったらありなのかな、どうなのかなって思って、のと最近割と戻ってきてくださってる方々もいらっしゃるので、まあ継続して、うん、そういった方々がまあ戻ってきた時にこれ取っとけばいいじゃんっていうやつが入ってた方がいいのかなみたいなのがあったから、ちょっとそこら辺で言うと、なんか何欲しいのかなっていうのを少し伺おうかなと思っていて、一旦ちょっと目玉商品だけなんですけど、パワポにざらっとまとめてみたんですね。見えっかな、これ乗り物、あ、一回全画面にしてもらって、はいはい、わ超フォントちっちゃいんすよちっちゃで別にこれだけじゃなくていいんですけど、一応目玉にしたのって装備品で言うと、まあおしゃれ装備でこんなのがあって、でまあマウントだとこんなのあって、調度品だとこんなのあってっていう、あとねアストラルキューブがあった都合上、どうしてもその他を設けなきゃいけなかったねっていうところがあって、であのフェイスとかは割と頻度、うん、いやいやフェイスもね全然追加はしてたんだけど、フェイス頻度高えからっていうのと、あと目がめっちゃ多いんで、あのここに載せると大変なことになるかなと思って、一応ね表示上はフェイスは切りましたけど、それが対象外かっていうとそんなことはないです。別にフェイスでもこれが欲しいっていうのがあれば、それは普通に追加はしようと思ってます。アムチュチュ、アムチュチュはログっぽじゃねえよっていうツッコミもあるけど、そうなんですよ、そう、あくまでもログインキャンペーンでもらえるやつね。オーグストとか欲しいですけどね、オーグスト配ってないし、配ってないしフェイスチケットとか欲しいな。あ、好きなのと交換したいってこと。これね、フェイス、うん、そうか、あ、クルタだね、あ、クルタだね、自由なこと言うな、これを全部モグチケットに放り込めって、あの話の趣旨変わってっからね。なのでもし何か今欲しいのがあったら、これが欲しいとかいうのちょっとコメントとか YouTube の方も合わせて、あとまあ Twitter でハッシュタグつけてくださっても構わないですし、そぼろっていうのあれよ、過去に渡したものよ、ログインキャンペーンで、あの単純にログポでこれをよこせっていう話じゃないからね。あ、クポフリね、クポフリってでもあれお話からんだっけ、話じゃなくてなんかのイベントの時じゃないですかね。あ、そっかそっかそっか、だから身に引く手とかの調度品は違うだろう話を聞け赤いキャップ、リングはでも合意、またイベントの時もらえばいいんじゃないのっていうのは、そういうことじゃないの。新たな新規のだんだん趣旨変わってきてるぞ君たち、か
会話が成り立たねえな今日は。なんだアイテムの話だと。そうね、あれです、うん、物欲が。そういうことじゃないから言ってんだよってのを踏まえた上で仕方してますよっていう話ですよもう。ほら。彼女はログインポイントじゃもらえない。維持が大変。これあれかな、毎回大喜利をやってたから今度は大喜利をされ返してるっていう、そういう話。仕事ください。まあ仕事ね、切実だな。切実。仕事いっぱいあるよ。型紙もらえるクーポン、え、期間限定エクスカリバー。あ、 YouTube ライブでコメントしていただいてる方もあのコメント見てますんで大丈夫です、うんうん、見てます。ああ、あれしよう、うん、できる中村さん今忙しそうだから。まあね、こういう要望聞いたら再現ないのは分かってますよ。分かってるけど生放送でやってみたいじゃん。愛ね、愛は欲しいよね、分かるよ。おうおうになります。確かに。ごめん、もう僕は人のものなので。意外となんだ、満たされてるのかな。満たされてる。満たされてるってなんだよ。いやいや、ほらほら、ログインキャンペーンのね、これまでのものって、ね、実はそんな取ってるから、あの大喜利になるほど、うん、言ってるのかなって思って。ツイッターの方だと、うん、マウントだったり、うん、あとは、まあ、シャントット2とか、うんうん、そうね、トット2、まあ確かにね、トット2はね、なかなか、うん、半年に今まで1回ぐらいのペースでしか配ってないんで、うん、うん、トゥルフェアトリミングしましたと、ね、復帰に嬉しいなフェイスだと思うっていうのは分からん。そうですね、うん、そうですね。 YouTube 側のコメントもシャントット2のフェイスが欲しい。でもシャントット2実は5月ぐらいに来るんじゃないの、今までのループだって。そんなことはない。そこは言えないっていう、言うなっていう顔してる人がいるんで言わない。言うてもやりますけどね。来るんじゃないの。クラゲの調度品、クラゲの調度品あれだよ、ボナンザの5等で普通にもらえるよ。まあそりゃそうだよね。はいはい、まあ分かった分かった、了解。大丈夫ですか。そうね、今日はもう、今日はね、すげえぶっちゃけトークをしますけど、今日はニコ生は大喜利です。ね、ツイッターとハッシュタグはあのそこそこ大喜利じゃないやつが返ってきた。そうですね、面白いね、この幅っていうのもね、うん、あ、いいよ別に、もう生放送だからね、これも含めてる生放送よ。はい、はいはい、ありがとうございます。割と面白かったっす。はい。はい、じゃあちょっと参考にしますね。はい、じゃあ4月ぐらいからかな、なんか反映できたら入れときますわ。うん、あとあれですわ、もう一個聞きたいことが実はあるんですよ。はいはい、アニバーサリーの仕込みとかね、まあ、15周年もうすぐなんで、うんうん、それとかがちょっとね、いろいろ立て込んでまして、4月のアンバスケードエキスパートに関してはちょっとリバイバルをしたいなと。これまでやってきたやつがまあほぼ一周してきたので、それのうちのどれか1個そこで復活みたいなことが。じゃあポロッコで。いやいや。聞くっつってんの。じゃあポロッコで。聞くっつって。ほらほら、コメントもほら、変える変えるって。ああ、変えるはね、そのまま入れるわけないよ。うそ、ん、ー。ほんとほんと。だってそれだけないと全然違うじゃん。だから変えるでって言ったんですよ。うん。ヘビー体制ね、入れるから、うん、これは。マジか。マジで。じゃあいいや、なんでも。なんで、はい、まあ、今回入れるのはまだ戦ってないから、うん、まあ、それはちょっと選択肢から外してですね、
これまでの11回実施したアンバスケードエキスパートの中からもう一回戦いたい相手を教えてください。はい、ではパワーポイント全画面にお願いします。もう注釈にもさらに書くっていうね、分かってたって、ね、だったら先に言って読みの読みです変える言われるやろなって。ちょっとじゃあちょっとコメントでなんかいくつかコメントがある程度なんか偏るんだったらアンケート取るさ。アンケートできるの？ニコ生だけですけどアンケート多分いけると思いますよ。あ、そっかそっか、ニコ生になっちゃうんですね。巨人っていう声が巨人多いな。ベルクか巨人、はい、あベルク巨人トロール新十字メデューサだけはやめてって言うと、あそれはあれですね、トリガーの話ですね、うん、そっかトリガーの取りやすさ考えるとじゃあ今寄せられてない低い方を選んだらいいんじゃないですか逆にそれちょっとアンケートってみる、うん、巨人とトロールとベルクとポロコ、なんかだんだんいっぱいいろいろと散ってきたね。じゃあそれでちょっとニコ生だけすみませんアンケート取らせてもらっていいですか。はい、他の方々はなんか引き続き何かあったらコメントで。お願いします。1番巨人、2番トロール族、3番ベルク族、4番ポロッコ族。ポロッコ族の真の力を見たいんですかね、みんなね。真の力。そうかもしれん。はい、ただいまニコニコ生放送でアンケートを出しております。おります。ハッシュタグの方は普通に書いてもらって結構ですので。うん、そうですね、YouTube ライブでご覧の皆さんもそのまま。最速って誰やねん。もう YouTube ライブ正直なコメントめっちゃ来てますけど、楽なのがいいです。そらそうだよね。そらそうだ。そらそうだ。わかるわ。じゃあ一番移植するのがっていうか復活させるのが楽なのにしますか。今日のニコ生どうした？なんか大喜利がすごいぞ。あれかな、実今日はあれか。なんか溜まってるのかいろいろといいぞ、おじさん話聞くぞさあ結果出ました。1番巨人族が 45.8%、 2番トロール族が 15.4%、 3番ベルグ族が 8.1%、 4番ポロッコ族が 30.7% と。空気を読んでる人が4番押したけど多分これやっぱ巨人なのかな。巨人かね、うん、巨人で 50% で、まあ、トロールが 15.4 ベルク、うん、まあ、ベルク人気ないっすな。そうですね、なるほど。じゃあ選ばれてないやつからいきましょう。うんうんひどいなぜ聞いた。じゃあメデューサそう、じゃあメデューサってそんなわけないだろまあでも人によって違うっていうのはね、うん、ありますけどね、うん、そうっすね、ここで何に決めましたまで言うの？言わなくていい？持ち帰ってさ、まあちゃんとルール通り巨人族にするのが、うん、じゃあ巨人族で、はい、いいんじゃないかなとおじさんは思いました。じゃあ次回巨人でお願いします。はい、了解しました。はい、やったぜ。じゃあ次のコーナーに行くかな。はい、ありがとうございます。これ以上大喜利やんねえよ。これ以上大喜利やんないと言いつつ、うん、続いてのコーナーこちらです。ジャラララン大喜利バナディール。ちゃうか、知っとくバナディール、ね、用意したネタよりも雑談で生まれるネタの方が大きいやつね。最高だぜじゃあ今日は何の餃子のネタが知れるのかな。今日はですね、はい、まあ、そもそもコーナーの説明させていただきますと、お願いします、まあ、知っていると少しだけ得をして誰かに伝えたくなる情報をお伝えするコーナーになっております、これから伏せ字が入った情報を出すので、うん、その伏せ字に入る内容を、面白くおかしく考えてみてくださいとなるほど、そして、コメントや、ツイートをお願いいたします、はい、さあ本領発揮ですよニコニコの皆さん。
いいですか何この大喜利に参加したいときはニコ生で、真面目に答えたいときはツイッターか YouTube みたいな。でも逆にこの振りするとちゃんと答えそうですよね、ニコに。わかる、はい、では最初のお題こちらでございます。アビセヤのサボテンダーノートリアスモンスターは、ハリアテナボンをしていない間にうーんしているなるほど、なんだろうね、マラソンか、寝とげしているって言いますハリハテナホンって使ってきてない間に何をしてるんでしょうかと、うん、何をしてるんでしょうか。バイトとかフォーラムに書き込んでもうだんだんあれだよね、真面目に答える気がないっていう張り供養って俺ちょっと好きだYouTube 見てるよ、見てます、見てないのかってコメントあるけど、見てる見てる、全然普通に見てます。恋してる天候待ちね、トゥゲザーしてるスイッチは早いな、あの頃なかったね。スイッチ買いました、買った、超面白くないですか。その僕まだやってない、マジか、あのでもやってるとこは見てる、あのアームズ待ちかな。なるほど、うん、あとちょっとじゃあいいか、落ち着いたらあのスイッチトークでお酒を、スイッチ、ご覧の放送はスクエアエニックスプレゼンツでお送りしておりますいやいや、スクエアエニックスもほらタイトルなんか発表してたから、うん、はい、あ、そろそろじゃあ答えいく、はい、どこ、はい、正解は何個か正解ありました、今回あった、はい、さすがですね、アビセアのサボテンダー、ノドリアスモンスターは、針ハテナボンをしていない間に針を生やしている、どういうこと生やしてっちゃうねあの、はい、この NM のクイジャテンダーっていうやつね、うん、この NM の特殊技の針ハテナボンは、うん、あれですよ、あのダメージが完全にランダムっていうわけではないという仕様になっております。ほうほう、でね、これ一回使ってから次の針ハテナホンを使うまで、あの時間が長いほどダメージが増えると。なんでダメージが増えるのって、あの針がね飛んでくるからダメージ増えるんですけどね、一生懸命生やしてるというわけで、たくさん生やしてる人いましたね、コメントで。おめでとうございます。なるほどね、うん、なんでバンバン打たした方が実はダメージは低いまま、低いんだ、なるというギミック。これ今までで一番なんかまともな、まともです、正当派な失得じゃないね、なぜ最初にこれを出さない、確かに、 本当に一番ゲームに直結します、してるよね、そうですね、ね、うん、しかもあれですよ、これまだ攻略があって、うん、あの光合成を使用すると成長が早くなるっていうギミックもあって、ダメージの加速度が増すつまり針がたくさん生える、なるほ ど, ど, んどん生える。じゃああれか、針ヌーポンっていうのを止めずに、うん、光合成止めといた方が良かったねってことですか。速度はね、あ、うん、まあ両方止めるのが一番だけどね他のやつも同じって、ギアスのやつとかも同じなんすかとか、あるけどどうなんですかね。それはそのモンスター由来でいろいろ設定があるんじゃないかなとは思う。全部が同じとは限らない、ね、試してみて、ね、試して教えて、もしやってみて、あ、同じだっていうことがあれば使えばいい、うん、あ、知っとく、見といてよかったなっていう。そうですね、元の NM の強化版で出してる場合ギミックも一緒だったりするんで、そうです、そういう意味では、うん、ウォンテッドの方が元 NM のギミックに近いかもしれない、うん、そうですね、うん、はい、というすげえ、どうしようこれ、超正統派知っとく、期待していた以上に正統派で一番俺が動揺してる本来初出しのコーナーでやる取り扱うやつ、そうだね、
そうだね、うん、ためになってしまったっていう方やめてためになってしまった本来こうあるべきです、ね、こうあるべきです、はい、まあ、じゃあ続いてもそういうのなんでしょうね、はい、もう一個ある、もう一個あります、 お願いします、はい、では続いてこちら、サービス開始当初、はい、とある場所ではいやいやいやがずれたなんかうちろこみたいだないや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 っていう、パパパパ、ね、さっきから彼女って言ってる人ねどんだけ釣れんのどんだけ釣りたいんだよ、釣った彼女にね、やめなさいやめなさいこれね、うん、そこそこ衝撃です、マジ、そこそこの衝撃です、そうですね、マジかっていう、そぼろも好きだよなみんなそぼろとあと GM って GM 面白いな、なんかバケツの代わりに GM 出てきたらウケんな、なぜここに私がいるかなぜ釣られたか分かりませんか、ザパーザパー、正解出ません、ね、出ないですね、いいとこ来てる？ツイッターの方にはなかなかな、なかなかなやつがありますか？なかなかな。そして今一斉にニコニコで見てる人がツイッターを追い出す。追い出す。ああ、おめでとうございます。ね、水に関係ありそうなものですよね。そうかな。関係あるんですか？関係あると思うよ。そうですか。うん、じゃあ出そうかな。はい、チラッと惜しいのが、ほらコメントなくなったよニコニコ。じゃあ正解お願いします。衝撃ですよ。はい、はい、こちら、サービス開始当初、とある場所ではエクスカリバーが釣れた。嘘だろ。嘘でしょ。本当？本当本当。なんで？なんでっつってもね、自分がまだそんな釣りの担当する前の人がやったやつなんですよ。で、エクスカリバーとかいわゆるそのレリック装備に相当するものがまだない時代の話です。で、はあ、釣りで釣れるものすごく超レアな武器っていうので、うん、このエクスカリバーが超レアな武器ってそうそう、まあそれは超レアでしょうな、うんうん、だからもうほぼほぼ釣れないぐらいの確率、すごいなんか 2万分の1、本当かよそんな感じの設定が。ちなみにとある場所は、ん、とある場所、とある場所、はい、とある場所どこだっけ、なんか調べたけど忘れちゃった、いろんななんか説が当てて、うん、天正、天正の間じゃないやで、あのね、うん、そうそうざーっと追ったんですよ、で検索かけて調べたんですけど、ちょっと昔すぎてログが残ってなかったんですけど、テストエリアっていうのがね、開発の中にはあるんですけど、そこにその痕跡が若干残っていて、はい、確かに釣れるルーチンが、コメントでは釣れた人いるんですか、うん、いないですね、このアイテムそのものが、うん、もう今全キャラクターの検索によっても引っかかってないので、そもそもなんですけど、うん、リリースするときに最初50だったじゃないですか、はいはい、そうですね、でそれより上のレベルの装備品も実は作っていて、あった、であった、知ってる、そのレリックっていうものを作りますよってなったときに、そのレリック候補に選ばれたやつはそれらから抜いてるんですよ。はあはあはあ、でその時に装備がまだ装備不可能なレベルのものばかりだから、うん、大丈夫だったと思ったんですけど、釣りのやつらがやってたんですね、うん、こんなことね。参りましたよ、びっくりしましたよ、その話を聞いた時に。まあロマンはあるけど、うん、でもまあ釣りさん的にはね、出てなかった。おいっていうことですよね。びっくりしました。突然のおこが出ましたけど大丈夫ですか、うん、一言声かけてほしかったですよね、アイテム使う時はね。まあ32回にして初のおこ松井さんっていう。まあ、ではあそこで一本でも出てたらエクスカリバーは、いやそうですよ、ね、レリックじゃなかったならなかったんですよ。でも、ね、と思ったらね、釣りスキルがねだいぶ高くないとそもそも引っかからなかったっていうのもあるんで、そうですね、うん、そういうので全然入手はできなかった。で今はねもうそのアイテム自体がないので、うん、ないから、うんうん、実際持ってる人もいないし、そもそも今のエクスカリバーと番号が違う、うん、ID が違う、そうですそうです、うん、なので実際釣れてやったと
思っても、その性能自体はもうすごい D41 とか、うん、普通の型的リディルより弱いみたいな感じの、うん、そういうレベル70相当のデータがついてました、うん、そうですね、はい、まあそういう感じで一番最初はね、そういうデータがついてましたというお話でした、まあねうん、まあ湖にね投げ込んだ剣がみたいな話があったから釣れてもいいんだろうって思ったんだろうな、はいはいはい、そこはね話をね聞いた時にはね、あそういうことかって思ったんですけど、一言声をかけといてほしかった、絶対ダメって言ったんですけどね、まあ、まあまあでもそこで話を通してなかったから今こういうネタにできると。はい、そうですね。いや、知得のために仕込まなくてもいいとは思う。長い熟成期間でしたね。14年ちょっとですか。エクスカリバーだって最初から僕入れてましたからね。そうか、うん、あとね、釣りネタだったらもう一個なんか情報が寄せられてますよ。なんすか。なんかね、アドリンエリアの釣りの設定するときに、まあ、今もう自分も釣りから外れてるんですけど、はいはい、まあ、今の釣り担当者です。今の釣り担当の方なるほど、ヨルシアの今責任を寄せていきましたね。寄せましたヨルシア森林の泉、あそこにですね、はい、パママの川を釣れるようにと考えたらしいんですよ。ほうなぜパママっていうね、うん、そしたら当時のシナリオ担当者にヨルシア森林の綺麗な泉を汚すなと怒られたって言ってたっていうね。ヨルシア森林ですよ。いいんじゃないですか。綺麗な泉なんかあるんですかね、うん、なんかねあるらしいんです。あるんですか。あるんです。食べてね、さすがポイってね、ポイってね、これネタ出す順番逆の方が良かったんじゃない。逆だったね。ね、こうどうすんすかこの空気。知らんがな。バナナの皮だけに壮大に滑ってますよ。あ、うまい。おいしいね。おいしくない。全然おいしくない。おいしくない。おいしくないですよこれ。もうさっきのエクスカリバーで止めて、なんかどんどんそこから関係ない話した方が良かったんじゃないですか。何、俺のせいなの。割とね。おかしいな。うん、はい、じゃあもう空気変えよ、はい、変わんないでしょだってこれ。そんな攻めなくていいじゃん。変わる変わる。ひどいわ。皆さんお待ちかね、はい、大人気コーナー。どうすんの。大人気コーナーです。行くの。大人気コーナー行きましょうよ、うん、はい、景気よく行きましょう。景気よく行っとこ、うん、はい、ではこちら、えよ、あ、大人気コーナーですな。これは罪深いでしょう。まだ言うか。この空気の後にさ、大きな独り言ってどういうこと。書いたの俺じゃねえしこれ。誰持ってきたの。ね、ヘイトがいろんなとこ飛んでますけどね。まあ、これはさっき挑発バンバンやってたからね。はい、はい、はい、じゃあシャウト失礼します。はい、じゃあ告知ですね。いろいろありますよ。15周年なんでね。告知のページをお願いします。はい、ひな祭り絶賛実施中です。はい、はい、毛線とか引いてあるんで、ぜひアストラルキューブで座ってください。うん、もう13日までですから ね、急いでね。もうちょっとで終わりなんでね。うん、そして早春バトルコンテンツ応援キャンペーン。ほう、これ新しいの入ってんですよ。どれですか。プラネットオブキャンペーン。そうそうそう。これは例の前回モッチーが言ってたやつですね。あれですわ。ジョブカードが手に入るってやつ。あー、カードね。超まれに。マジ？あ、でも入ってんのは間違いないよね。本当に？え？ね、さっき言ったよ、ランダムって。そう、ランダムなんでね、自分のジョブじゃなかったものもらった時にね。そうですね。うん、超まれにエクスカリバー手に入るのか。それここで。それは違う。それは違う。残念。どうすんだだからその。ダメだって今日は釣りネタに触れちゃう。もうね。もう疲れてる。はい、はい、そして、はい、2017年3月のログインキャンペーンですね。はい、お、はい、11日から始まります。これはもうモッチー待望のマウント。あれ言ってみるもんですよね。これね。これね。これ多分だって模擬花で俺が好き勝手な発言しなかったら生まれなかったでしょ。そう、いやかなり苦労してましたよ。でしょうね。まさかだって俺口開くと思ってなかったっすもん。
収納されてる感すごい。そうねえ、だっていや俺そのままでいいっすよっていう、あの時言った覚えすげえあるんですけど、これいやすごいっすね。またね、こう言っちゃうと、うん、頑張っちゃう子たちなんだよみんな。ねえ。あんまり軽々しく言うとね、本当ですよね、大変。でもこれ出来がいいよね。出来がいいと思う。持ちでかしたありがとうございます。いやーちょっとこれからも無責任な発言を続けていくべきなのかどうなのか迷うけど、まあ楽しく乗らせていただきたいと思います。皆さんもぜひ乗ってください。はい、お願いします。というわけで、はい、はい、こんな感じのキャンペーンやってるんで、ぜひぜひ遊んでください、うん、はい、はい、おもう終わりかね。ちょっと失礼しました。早いなってくれ。でももうほら1時間過ぎてる。番組史上ぴったりです、うん、番組史上初めてのぴったりです。そうだね、ぴったりなの。でもこれなんかなんとなく物足りないよね。物足りないんだ。物足りないですね。大喜利はしないけど、あー、コルセアの調整ってどうなったのって。あ、装備品が入るんだ。装備品が入るらしいっすよ。だからそれでそっちの方で多分前回言ってた話になってんじゃないのかな。ちょっと確認をしてね。よろしくお願いします。はい、明日だから詳しくは言わないよ。性能は見れん。違うマジで性能、え、何も準備してないって。15周年企画ポロリ、ポロリする、うーん、ポロリするものあります？特にないですよね、今日ね。ないね。いろいろとね、走らせては、ね、これからね、準備とかそんな感じなんで、まだポロリは無理かな。でも15周年ですからね、いろいろやりたいですよね、うん、どうしよう、何やります。 FF30 周年だしね。あー確かに、うん、30周年絡めないかな。いや今日ねマジで何も持ってきてないよ。バナフェス、バナフェスね、バナフェス俺も行きたいわ。行きたい、バナフェス頼む、俺も頼むね。俺もバナフェス行ってなんか、うん、あのミスラの山串とか食べたい。食だよね完全。おにぎりとか食だよね、うん、食だね。あれ去年はだからカニ押ししたもんな、ね、確か去年だってカニのマウントでしょ、うん、イベントで、でログインキャンペーンで赤いカニでしょ、うん、もうそろそろいいんじゃないですか。カニ、カニ、またカニにします。またカニいっとく、またカニ、またカニ、カニ出ちゃうの何か。俺のもうそろそろいいはあれですよ。何、毎回何度も何度も言ってますけど、うん、ピンクのあいつ、うん、違う、あのエルドナーショとかほらそっち方面の、ああなるほど、そっち方面のそろそろいいんじゃないですか。あっち方面、あっち方面の、あっち方面ね、ね、あーってね、あー、カニ、カニ、カニなんかやるんですか。カニやろうかな。やる。それはね、指定路線かよみたいなね。それはねちょっとね内緒にしとく。カニやるそうです。あ、バレた。わかんないです。なカニの何かをやるんですよね。うん。うんって。ガーデンに常時でかいカニを置きたい。お、でかいカニ。あの多分あれですよ。スイッチ入れた時だけ赤いカニとか出てくるじゃないですか。ああはいはい、あれでかくないじゃん。のでああいう感じで、うん、なんかそのでかいカニを置きたいっていうことなんじゃないですか。そうそうそう、ガーデンのスイッチ入れたらキャリーなんになるよね。確かに。ギョブラ乗れる、ああクラゲに乗りたいってことか。なるほど、なるほどね。高すぎて見えてはいけないものが見えそうだよ、怖いな。海産物推しがすごいですけど大丈夫ですか。ラフお腹空いてきたからな。だダルメル、え、ダルメルは乗れないって話前しなかったっけ。ダルメルはねなんかすごい揺れるんですよね。そうそう、確かちょっとねダメだったんですよ。試したんですよちゃんと、うん、あれなんか結構前 3,4 回前ぐらいですか。
なんか首にしがみついてたよね、タルタルがね。そこ君たちあれだよね、そこをなんとかって言うけどダメだって言った後の粘り腰すごいよね。力士かっていうぐらい力士、ジョブ、新ジョブ力士、新ジョブ力士とかね。ああシャツのマンドラバージョンね。なるほどね。じゃあなんかきっとあると思うんで、15周年もあるんですよね。なんかやる、なんかやる、わかります。まあ15周年来年の、はい、来年じゃねえよ、今年の5月16日から、まあ1年間ね、まあ15周年なんで、はい、まあ5月16日と、まあ、11月11日は盛り上げていきたいと思いますし、うん、あと間の8月ぐらいにね、何かバトルコンテンツ入れられたらなみたいな話はしている。お、うん、もう言っちゃう、ここね、この微妙な空気をなんとかするためにバナナの皮のせいだこれだけど違う、バナナの皮っていうのを持った藤戸さんのせいだ。そう、それはほらね、今までの、はい、その毎月パッチをやっているところに、はい、上乗せのタスクになってしまうんで、はい、どうやってやるかっていったところを今藤戸君がね頑張ってる、悩まして、うん、頑張ってるところなん、そうそう、うん、まあね、どうなることやら、うん、準備がねいろいろあって、うん、うん、その準備がちょっと根回し必要で、ね、それがうまいこと言ったら万々歳、いよいよ、今隔月でもいいよっていうコメントもあったけど、何がパッチ、パッチ隔月、うん、でもさ、絶対あれですわな、いざ隔月になるとやっぱ物寂しさってあると思うんですよ。あるね、うん、なので、まあ、無理はしないでほしいでっていうか、あれうまいことやりますよ藤戸さんは、うん、きっと、うん、なんかどうにかなります。どうにかなる、どうにかなる、うん、ね、なんだ何を落としたっけ。あ、そうそう、アンバスの話が今出てるけど、はいはい、アンバスは今年3月で、今一周したっていうのがあって、そうですよね、はい、で今回あの総集編チケット的な乗りになってるんですけど、はい、4月からはまたちょっとひとひねりさせていただくので、2周目2周目っていうか、その同じものの2周目じゃなくて、まあなんかちょっとっていう、その今まであのやっぱり毎月だとちょっとしんどいねって言ってた人には、はい、ある意味朗報というかプラス1が狙えるみたいなノリになるような感じで、さらにもう一声二声みたいなネタではあるので、なるほど、はい、お楽しみに、ね、お楽しみに、うん、これはちょっと5月16日よりも前の4月からですけどね、なるので、お、うん、お、楽しみですな、していただければと思います。なんだかんだでやること多いんじゃないですか。じゃあ15周年も多いですよすごいですね、少ないわけがない。あ、そりゃそうだ、うん、そりゃそうだ、周年ですからね、うん、5の倍数っていうのもあるんで、5の倍数、ね、怖いですね。あのタイトルもちょっとだけちょっとだけ飾ったりね、なるほど、しよっかなって。ついに南サンドリアの少年がトンズラよりも早く走れる日が来ちゃう、来るのか来ないのかもしくは立ち止まる。15年間走り続けてますから ねえ、そろそろ体にガタが来るか、あの1枚壁を越えるか、どっちかだと思います。彼もう確実に成人してますよ待て、いろいろと矛盾が生じる発言は、ね、なんだこれあ、ダメだ、変な空気から抜け出せませんでしたね。もうね、ごめん、あの俺ほんと疲れてるあの全く頭回ってないんですいません。えんやで、うん、まあ、上手にやっていきます、うん、じゃあどうしようかな、ほんとなんだこの空気すんませんいやー今日のは巻き取れねえわ
今日は巻き取れねえしさ、次だって5月ですよ放送ね、これね、4月はねなしで、そうそう、うん、まあね、いや間森場の間けどね、うん、我々は淡々とパッチ作ってきますからね。そうですよ、大丈夫ですよ、うん、です、うん、はい、無茶は無茶はしないですけど、今日とことん噛み合わせ悪いっすね、ここね、うん、本当に無茶はしないけど、頑張れるところは頑張る、でやるべきことはやる、はい、うん、まあそれが一応根底にありつつOK ちゃんと上に乗せていきますんで、うん、はい、よろしく、まあ、15周年も頑張るんで皆さん遊んでねってことですよね。そうです、一言でまとめると、 一言でまとめるとそういうことですな、うん、なんかね、うん、去年の年末にオーメン入れてから、うん、割とこう遊んでくださってる人がわーっとこういるというか、あの数字に跳ね返ってきてて、我々ちょっと胸を撫で下ろしてる状態なんですけど、はいはい、うん、それが本当にこの1年ももっとわーっと盛り上がるとみんな嬉しいと思うんで、同節上がってみんな、うんうん、わーなんかすごい盛り上がってるぞっていう風な雰囲気にもなるんで、よかったら一緒にこう遊んでくださる人を誘ってですね、バナディールを盛り上げていってくださると。復帰したよ、だってありがとうございます。ありがとうございます、ね、こちらも頑張ります。そうそう、ね、本当にでも復帰してくださってる方とかね、うん、たくさんいらっしゃるし、 もちろん続けてくださってる方もね、うん、ありがたいんで、うん、どっちにも優しいというか楽しいバナディールを、ね、うん、お届けできるように頑張ってるっぽいので、我々はそれを信じてひたすら遊び尽くすと、ね、いうことで、はいね、えちょっともう疲れてるせいで声が全然張ってなくってね声が小さくなってごめんなさい、はい、はい、大将起きてるよ、大将起きてるよ、大将起きてるよ、寝てねえよ、はい、またあれだな、だからログインキャンペーンとか もだけじゃなくて割と戻ってきた人のお手伝いができるような、うん、ああいうのもやっていこうと思ってるんで、そこら辺も含めて、はい、いろいろご意見ください。はい、お願いします。まあ、もぎばなはねこの後もずっとこんな感じなので、あのおっさんと楽しく今のバナディールを楽しめるように、そうね、うん、お付き合いください。はい、復帰キャンペーンとか週あんま週替わりとかにするとみんななんか今何やってんだか分かんなくなっちゃうでしょ。うん、なのでほどほどにやらなきゃこういけないみたいになるのもちょっとね、そうそう、ちょっと義務感みたいな感じになっちゃうんで、まあね、その辺難しいよね、こう毎日遊びたくなるような仕組みと、うん、その毎日入らなきゃいけないっていう仕組みがね、うん、結局どこで線引くかって話にはなりますからね。そうっすな。あ、継続プレイヤーへの飴というかあれですよ、毎月だからもう楽しんでいただけるパッチをお届けするっていうのが僕は何よりも、飴っていう言い方はすごい失礼かもしれないですけど、恩返しだと思ってるのと、あとはねそれこそ、うん、いろんなコンテンツやらアイテムやらも続々追加はしていくので、うんうん、それを楽しんでいただけるとありがたいかなと思いますけど、あっちこっちにコメントが流れてるんでね、こっち見たりこっち見たりとかね、そうですね、はい、まあね、YouTube の方ちょっと特典みたいな、微妙に微妙に読めない、うん、そうですね、 YouTube ライブのコメントでも最近復帰しましたってコメントもいただいてるので、うん、あざーすあざーす、はい、なんだかんだでこう辛口トークをしてくれる人も放送見ててくれてんだなと思うと嬉しいよ、ありがとう ねちゃんとこう、はいはい、ね、次5月だからまた見てねお復帰して1年だって、やったありがとう、ありがとう、はいはい、まあまあまあこんな感じでダラダラいくとキリがないんで、うん、はい、あれですわ、とりあえず今日おしまい、はい、最後にじゃあ一言ずつちょっと大将から、大将から毎回僕です、はい、多分、うん、合ってるよね、そうそうね、うん、うん、まあなんだ、先月が三連ちゃん生放送の中日、うん、で僕明日も生放送、おっっていうのをね、うん、もう何言うか飛んだよね、まあ、とりあえずね、うん、まあ、滑った言うてましたけど、うん、パーマの川が、泉に入らなかったことは、水に流していただいてそうきました、かぶったのね、放送はかぶせていくスタイルだねこれね、ありがとうございます
これはもううまいってことにしないとしまんないからうまい。うまいよ。ありがたや。じゃあ。じゃあちょっと今日の一番の後で反省会ですからね。ディレクターといえどもさっきの反省会ですから。汗が出てきました。藤田さん一言お願いします。はい、まあ1年もうすぐ自分がディレクターにならせていただいて1年になるんですけど、この1年まあ客観的な目で見て皆さんから見てこの開発チームはどんな感じだったのかなっていうのも実はちょっとフィードバックいただけると、動き方とかね、もうちょっと勉強になるかなと思いますので、よかったらフォーラムの方に藤戸の独り言の方に書き込んでいただいてもいいですし、ちょっと辛口コメントでもいいんでちょっと評価していただきたいと思います。はい、というわけで来年度もまた2年目頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。あー、そうか、もう1年経つんですね。そうなんですよ。早いっすな。早い。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後松井さんよろしくお願いします。はい、今回のねアンバスのノーマルは精霊をね僕はすっかり忘れていて、もう一周したから今回桜にでもしようかなみたいなことを考えたら、うん、精霊抜けてますよって言われて、まあ、あ、そうですね、精霊をまあ入れましたけど、ちょうどいい具合にね四季フォーシーズン の、うん、ブレスじゃないな、なんか技を持っていたので、まあ1年ぐるっと振り返ると、そういうテーマでやっておりますので、ぜひね皆さんアンバス一度はノーマル一度はやってみていただけたらと思います。そしてねその1年思い出したら来年15周年に向けて皆さんまた引き続きファイナルファンタジー11をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。第32回一番感動的なエンディングになりつつありますけれども、はい、いいですか、数分前はバナナの皮で滑ってた生放送ですよ。やめなさい、ね、はい、5月はねもう二度とバナナの皮とか言いませんから、はい、絶対言うねすげえ絵文字でバナナの皮流れてる。そして水に流しただろって言ってたら冷静でいいですこれね釣っちゃったんだよね流れてきたからないからないから、はい、ね、ところでなんで3月に模擬バナないなんで3月に模擬バナないのって今3月じゃないかどうした、時空が歪んだ大丈夫、4月どうしたどうした、ね、びっくりした、今まだ2月だと思ったし、ちょっとそれそうだよね、一瞬ね、もうこのとこ、ね、それ気にしたら今締め忘れたじゃないかはいはい、なので、はい、次回は5月、あ、4月アップであるよ、大丈夫だよ、アップデートはあります4月、はい、いいですか皆さん、模擬バナは本来1ヶ月おきの放送ですからね、なので次回5月にお会いしましょう。はい、いいですね。516の前かな。うん、多分516の前だと思うんですけど、この4人がお祭りムードで皆さんにお届けできるようにまた頑張ってまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。はい、それじゃあ長いことありがとうございました。さよなら。はい、バイバーイ。またねー。